これはバランスディスクといって、体幹を鍛えたりバランス感覚を養ったりするものです。今日はバランスディスクに43秒間乗ってみたいと思います。じゃあスタート。こうやって足をまっすぐ伸ばして、バランスよくバランスディスクの上に立つ、この姿勢を保つっていうの、これが基本姿勢なんですけども、シングルレッグバランスって言います。慣れてきたら伸ばした足を回転させたりとかっていうのもあるんですけども、とりあえず基本姿勢で43秒間耐えてみたいと思います。結構グラグラしますよね、まだそんなに鍛えられてないってことでしょうか。とりあえずピタって止まれる時もあるんですけど、一旦バランスを崩すとちょっと難しくなったりしますが、はい、43秒バランスディスクに乗ってみました。それでは